今回はエンジンブロックを加工しました。キットの状態をこのようにしました。製作過程をどうぞ。キットの状態です。ここがヘッドです。そしてここがいきなりクランクケースになっております。間のピストンのストロークするブロック部分がありません。なのでそれを作ります。3ミリくらいかさ増しする感じですかね。それによりエンジンの高さが上がります。ちょうど一番下のシャフトの通るオイルパンが少し厚いので下げて辻褄を合わせる予定です。ここは前方へ向かって傾斜がついているのが正解のようです。キットもそうなっています。作業に邪魔なミッション部分を切り取りました。作り直すことになるエンジンマウントのモールドなども取っていきます。スターターの軸も削りなるべくモールドを合わせます。マニホールドの下にピストン部分のブロック側面を付け足していきます。同じ角度で。4ミリ弱くらい足しました。それにより、クランクケースを幅詰めします。その前に、下のオイルパンと接合している部分を切り取ります。ボルトの集団が閉まっているここを削ります。以前補強しましたが切り取ることになりました。角度を合わせて接着します。フラフラなので下側で保持します。ここは実車は謎の遺跡のようにボコボコしています。キットは四角すぎるので丸めます。後からでは開けづらくなるオイルラインなどの穴を資料を見ながら開けておきます。さてどうでしょう。
ドットと接着します。下の謎の遺跡のような穴たちも溶けてまろやかになるように接着剤を多めに塗ります。継ぎ足したエンジンブロックの側面にモールドを足していきます。緩めに溶いた瞬間接着パテも入れて面と溶け込ませます。エンジンが高くなったので下のオイルパンで下げます。この辺でカットすることにします。だいたいいい感じになりました。そしてこのオイルパン脇のフィンはクワトロバルボーレからはなくなって平らな面になってますね。なので切り取ります。どうなんでしょう、フィンがなくなるのは 400S か 5000S からなんでしょうか。確認はできませんでした。ドライブシャフトのここは切り取ります。この一番後ろのカバーは右にオフセットされてますね。クランク軸が前のミッションへ行って右側を通ってシャフトが戻ってくるのでこのようになっているのかもしれません。実車の外されたドライブシャフトを見たとき左右で長さが違うので気がついてしまいました。左側を切り取ります。後ろのエンジンマウントの基部を立てます。プラバンの箱組みで作っていきます。大きめに切り出して後から
余分な箇所を切り取ります。大きく開いた隙間にポリパテを充填して塞ぎます。ドライブシャフトのつく基部をつけます。段差を緩めに解いた瞬間接着パテでなだらかに溶け込ませます。大きいから目に優しいキットです。いつもご視聴いただきありがとうございます。よろしければグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。